アニシュル・セーヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、オード・セーヌ圏のコミューン、セーヌ川左岸、パリ郊外北西地点にある。かつては、セーヌ川市の湿地帯で、19世紀終わりまでに2つの浮島が埋まってできた。アニエールは、非常に都市化されており、住宅、アパート、マンションが交互に立ち並んでいる。かつてあった古い公園は、1960年代に、 建設の圧力から消滅してしまった。現在の自治体庁舎近くにあるアニエール城は歴史記念物として保護区域となっている。1914年頃のアニエールの絵はがき、アニエールとはラテン語のアシナリオへまたはアスネリオへから派生している。このロバはサンドニ修道院の建設用に導入されていた。また、ジュヌビリエ部屋にある サンロワやアルジャントイユの製粉所から小麦小袋を運搬するのにロバが使われたためと言われる。1968年に現在の名となる以前は単にアニエール、またはアニエール・サン・マルセルと呼ばれていた。アニエール城、アニエールの歴史はジュヌビリエの歴史と同様である。ありがとうございます。